様こんばんは、20時になりましたので今週も金曜日の定例対戦会、スパツ X やっていこうと思いますのでよろしくお願いします。21時からミニ大会の式の細道本日も開催予定ですのでそちらもお楽しみにお待ちください。それでは対戦の様子をごゆっくりお楽しみください。Psycho! Psycho! 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 Psycho!
Fight!
Bye.
Go!
あ、そうですね。じゃあちょっと、あ、あ、じゃあちょっと一回エントリーは締め切って、ちょっと遅れた人のために予備1と予備2を用意して一回締め切りますので、今日は16人ありがとうございます。ヒカルさんいらっしゃいましたらカウンターまでお願いします。業務連絡。Hong Kong! Round one, fight!
い。Thank you.
Round one,
こんばんは。デイトナー四季、四季の細道、ぼちぼち始めようかというところです。あ、今日は27回、今日何日だっけ、4月7日金曜日。1戦目、あ、なんか1戦目、ラベーさんとヒカルさんでじゃんけんをしてする感じですね。でもまだ準備できてないので配信第1話あと 2,3 回大丈夫だと思うんですけど、はい、そうですね、ラベーさんとヒカルさん、いい感じの勝負じゃん。あ、作業中、じゃあ、あ、まあ、万が一ダメだったら順番変えるということで。あ、ヒカルさんはバルログ。ということで、いつもたくさんの方にお越しいただいてありがとうございます。今日の参加者は山本、ネロ、セロテープ、ヒカル、ロード、ナベ、東池袋、ジョンチョイ、すごい、破天荒、カーシム、ウネくん、ハイジ、これ字は字の字ですからね。で、グッチさん、もみおさん、金子さん、コアトリ、ニーヤさん、なんか、テンションをつけたりつけなかったり。ちょっとね、
じゃあそろそろのじあいだい明けですな。そうですね、すいません。あ、でも勝負ついてからでいいです、そんな急いでないから。あ、でもいい、開いちゃったからじゃあナベイさんとヒカルさんも始めましょうか。今日人多いんでね。じゃあちょっとどなたかマイク一緒にお願いします。最初だけ最初だけ誰かマイクお願いします。誰でもいいので、じゃあ裏手にさんに、私もちょっと練習ってわけじゃないけどちょっとしゃべる。あ、じゃあもうえ、お金入ってない、お金。あ、殺しちゃって、あ、じゃあ殺しちゃってください。あ、これちなみに音量はここが、このね、この黒いコードだと、この赤、あんま上げすぎると他の、なるほどね。一応リセットボタンあるけどめんどくさいしね、もう死ぬしね。すごい店ですね今、衝撃の事実がちょっと今面白かった店員さんが店の影がないもう、あ、元店員さん。よし、じゃあ準備 OK かな。はい、じゃあナベイさんが 1P2P が、あ、違うか、あ、間違えた。あ、じゃあこ殺す。すごいですね、優しいですね。位置をミスって変えてくれる、位置はどうでもいいと。じゃあ、ナベさんがワンピーガーですね。で、ヒカル・バルログ。あ、波動と中足。ボタンチェックですか。あ、どうも。ナベさん、中盤で勝ちました。ちょっとナベさん、波動波動で。小田さん来ましたよ。あの茶流の鍋さんがとりあえず一人抜きですね。で、次グッチホークですね。グッチさんのホークです。グッチさん、グッチさん、あ、もうやってるんですね。これは今も一人抜きですね。1試合目終わってます。すいませんでした。いえいえ、今日は20人ぐらい来てるんですかね。18人で、その後2人来たから、あ、予備が2人来たから18人、そうですね。さあ、1億トマ
の方で、ぱっと見たら、おっと、アルキランとかが出ない。N コパン回避。あ、まず立ちもらい。たくさん立ちもらいするとね、反撃確定なんですけど。さあ、とか言ってるうちに。さあ、アントミになってない。トマホで落として。アサルの文字が。浮かんでるんですが、裏に回ってましたね。ガード。おっ、今ね、チームはうまい。今、相手の勝利とかガードしたらば、地上で刺さずに、ファイヤード打っちゃえばいい。そうですね、一番。ガードもうまいです。あ、俺だ。セロテープバルログ、来ました。あ、セロテープバルログさんですね、次。長いグッチホークとセロテープで、ホークバルログあんまり見ない自分は。おお、あ、あれで止めるんですね、いきなり。そうですね。うわー、これ大体減りますよ。もう終わりこれ終わりってやつですか。終わったか。うわー、3回決まりました。これ結構子供には辛いですね、お小遣いがないと。そうですねこれで終わっちゃう。ちょっと2本目、さあトマホークを置いてく感じで。あ、はい、いいタイプですね。あ、ちょっと今2本目はうまかった、今の。今のうまいです。自分でうま、うまくない？時間が止まった。あーっと、亀橋！危ない、ね。あの、ショーパンチすごい機能しますね。足もちょっと。あー、ほら。もう、もう。あーなんという、今ちょっと。そうか、フォークはあれなんだ。確かにこれ8人はあるね、これね。8人頑張った頑張った。8人あったけど、あっと、ここで金子ガイルさんですね。これも転ぶと死ぬパターン。これもそうですね、1回転ぶとかなり多分中央でもやばいんですよね。そうですか、届いちゃうという。あー、転んだー、ワンちゃん。もっと画面走りだ。下ひだが画面端、一心を押し戻す。さあ、垂直。これは、さあ、しのいだ。この台風で1ラウンドを終えて。そうですね、転ばすまでが結構難しいような気がしますけど。さあ、おっと、ピヨったぞ。ピヨリのお化け付き。あー、いい、すげー減りました今。しかも大パンから入って一気に3段で、しかもワンピョン、恐ろしいですね。怪しい動きしてますよ、開幕ショーパン振ってますね。大谷攻め上げまして、さあ、ディーホークが迫ってくる。これが良かった。おっ、おっ、白いだ。さあ、おっ、おっと、来たよー、ワンチャン。あー、アントビー、おっ、今のはちょっと早かったかもしれないですね。完璧でしたね。さあ、グッチホークが3人抜きですかね。ロードさんですね。さあ、ロードさんの S 剣が来ました。S 剣はかなりいけちゃうと思うんですけど。あ、そうですね、昇竜が鋭いんで火力で勝つみたいな、まあ火力対決。フィギュアの出が早いんで、そうですね。これはちょっと精度を高くしないと、うん、たまらないし、また飛び落としにくいし、そうですね。アントビもできないという剣に対してね。上から行ってみる。いやー、来た。上から行って。おっと、投げ返したぞ。おっと、リバーサル。おーっと、釣り抜きでしたよー。あ、こ
あ、おっと足払いを借りました。N コパン台風の精度で単連度が分かるみたいな。さあ、こかした。さあ、いったが勝利銀口に出る。ゲーセン舐めるな。あ、いいですよ。あ、あの引きからの怪しい。いいですね、手が…あお、もっと安い。いいですよ。果たして、これあるのか。おお、変に攻めない方が…あーっと攻めます。強気ですね。さあ、ロードさん一勝しました。今のところ…ミオ DJ ですね。グッチさんの3勝なんですかね。そうですね、3勝。さあ、モミオさん、DJ 使われるんですね。さあ、DJ 側の動きが結構できてる感がありますね。DJ、 おー、いい竜巻ですよ。一気に持っていかれる。あれですね、あの足が伸ばせば届く場合で飛ばれた時に入剣側はどうするか。あー、そうですね。結構落とすのが難しい。おっと、きっちり拾いましたね。ユーティカーは弱点遠くから取れてもなんかスラキャンジャックとかで。あー、そうですね、波動抜けてくるみたいなやつですね。おーっと、容赦ないぞ、この DJ 容赦ない。投げていけと投げ返しがないキャラ。あー、いい飛びですね、あの DJ 側の大キック。投げるですね。そうです。投げれば勝利を掴る。そうなんですよね。飛んでる方が比較を仕掛けられる。うーん、さあ、こうなればもう無理はしないでしょう。さあ、滑ってきた。ミオさん DJ が勝ちました。次、破天荒さんですね。破天荒さん、見たとこ、玉キャラがちょっと多めですかね。そうです、有権外で DJ サガット、ね、多いですね。そうですね。さあ、破天荒さんの普通流ですね。この勝負は意外とあの波動が結構強くてですね、はい、DJ が結構困難な感じなんですけど。そうなんですよね、端追い込まれると結構やばいみたいな感じですかね。おお、いい真空で来ました。足まで運んで、ここから DJ の時間かと思いましたが、追い込まれたと思っきやみたいな。持っててよかった真空。ああ、唯一の多段の技ですからね、あの飛び道具の。いい飛びですよ。さあ、めくり、あー、やばいっすよ。生きてる、ラッキー、ラッキーオール。これはそうですね、マシンガン出るぜですね、これ。そして、さあ、まためくり、あー、無理やり手を出した。あー、いい三段ですね。あれ減るんですよ。さあ、もみおさんが2勝ですね。さあ、友坂いる。お、すわものが並びます。 DJ もなんか入るが難しそうですよね。さあ、これ結構難しいんですけどね。いやあ、綺麗ですよ、マシンが。おお、知ってますよ、動き的にかなりやってるわけ、ね、かなりかなり知ってる DJ です、これ。おーっと、受け身ですね。色が色だけに、投げ返しだけは投げ返しのといえばみたいな。
さあ、ガミハチ。フルジング。ああ、中足まで入ってしまう。さあ、TOD J 三連勝ですね。出てきたのが何でしたっけ？東池袋ジョンチョイ。ジャックもらって、さあめぐり入れ替わって壁端になった形。さあ逆に投げている。さあバカ痛い。東池、あ、そう、本職の方に任せましょう。本職出てきますかね。あれガエルでしたね。次ムダリさんガエルなんで、さあ今日ガエルやっぱ多いですね。そうですね、流行ってるんですかね。流行って、この色のガエル本当多いですね。今日も何か、いや、ほんとあの、スラ…うまいですよ、この踏み込んで、スラで切って、そうですね、で、抜けてくる的なソニックの連射は、ガイの方が早いんですけどね。さあ、これはクルージングか、おーっと、飛びが通った。ミオさんが一勝です、1ラウンド。ガイル側半分来ましたよ、半分っていった、半分来ました。さあ6割、7割、さあ硬いぞこれ。こうなると DJ マンプの傘容易ではない。そうですね、飛ぶしかないですよ。おっと来たよ、転ぶと地獄が回って、あーワンチャン来た。おははバックアン拾った。おーかなりまくりましたよ今。そうですね、転んでしまって、バラバラな連続技2回食らって終了という感じですね。さあ1巡目の真ん中ら辺ですかね。もう5勝するとちょっと割と広角ラインまで、そうですね、5勝を超えると、さあ5勝が優勝へのラインという感じですかね。そうですね、大体5勝くらいが、そうです、そうですね。一人でなんかね、十何連勝としちゃうと2位が3勝ぐらいの感じ。そうですね、ちょっとバランスがという感じですかね。お、山本さんの中身ですね。そうですね、ほぼ山本さんの色がなんかちょっと強い感じに、ね、やばいカラーですね。そうですね、飛びが通った。DJ、さあでもチュンリーも溜まってますかね。あ、今仕掛けて選別っぽかったんですけど、
中で動かれるんですね。いいですよ。それを維持した方がいいですね。おお、2段つながっている。おお、光りましたね。前と前、中足にきっちり戦列が。さあ、チュンリーあれが怖いですね。さあ、剣を打たないモードになってますね。雨が上手でしたね。通常タイプが出てない感じですね、チュンリーは。いい上から来られると。そうですね、ジャンプショーが機能してますね。持ってはいるんですが。そうですね、ない感じ。そうなんですね、決定的な対空が。おっと、さあ使った。おお、いい投げ。おっと、あっちかの割り際。さあ時間がない。置きマシンガン。あーっと、これおっ、さあまさかの止めたのはまさかのハイジさんですね。まさか自分で驚いてますよ。さあハイジさん、謎のプレイヤー。いやー、でもなかなか、インディア、あれなんて書いてある。ハイバク、ゆうべがキック、はい、ハイジ君らしいですね。ハイジさん、はい、字が地に点々の方ですね、多分。あー、そうですか、はい、ちょっと辛いものがあんま食べない食べない方がいいですね、感じのハイジさん。多分お仕事も座りっぱなし、趣味もテレビゲームで座りっぱなしみたいな感じで、 あまりお尻に優しくない。あー、そうですね、かなりお座り勢。お座り勢ね、穴が開いた座布団が大好きみたいな。あー、それはかなりしんどい系ですね。ピョンピョン宙に浮いてるのも多分お尻が地面につかないような。なるほど、ジャンプ好き。下段が刺さりました。さあ、ダルシムステージ結構早いんで。そうですね、どうなんですか。両者やりにくい。チュンリーのすぐそれも反応しづらいでしょうし、まあどっちもないキャラというのも、足も早いし止めも早いんで。さあ、いい感じに攻めてきてるぞ。使わせた形。おーっと、さあしかも戦列持っている。投げて受け身がないぞ。あー、ここは投げてきた。ここはやらせません。メガのタッチショー系と、あと DJ のしゃがみショーピーとか、あの連キャンじゃないのにつながる、つながる小技、あれやばいですね。そうですね、好きなだけ刻んで、歩きながら刻んで、強い系の通常技ですね。さあ、若手の筆頭ですか、若手の逆襲。さあ、白いガイル、デキカラー VS タイラカラー。そうですね、タイラカラーみたいな感じですよね。 YouTube で見たことありますよ。さあ、ピョン飛んでくる。見た。おっと、よく見てる。あー、投げ返しますね。あー、そう、あれやばいんですよね。あれが平投げですね。はい、外から中盤当てるとペガだけ投げられる場合になる。そうなんですよ。おー、いい頭を切ってきますね。さあ、2位刺さる。投げて、受け身がない。よくしゃがみ、やった。これは珍しいものでしたね。あのデビルリバースからの引っかかっちゃうんですね。ワンチャンか、
ね、そうですね、やり直しましたね、やり直し、あいやらしいんですよ、あの動きは引っかかっちゃう的な。ニーヤーさんの件ですね。お、ニーヤーさんの件ですね。垂直に飛んでましたね。嘘ではないって感じですね。これは行きましたね。勝負に来た。ちょっと待って、昇龍めくりホーバー、おーよく見てくる。おーいやばいっすよ、よく見てますね。休みた瞬間レバー入れっぱなし、重ねからハイジバベガーうまいですね。なんかショート落としいいですよ。いいですよ。これは怖いですよ。これ来た、やばいやつ。アッパー勝利は怪しいですね。踏んでしまう。バンタイクが良かったか。ニーヤーさんの剣が勝ってますね。さあ、美少女仮面のポアトリンさん、さあポアトリン、さあ裏回って連打連打。皆さんは本当に嫌がることをよくご存知のはずなんですか。そうですよね、はい、おー3打入った。日和らないところすごい日和値が高い。おお、ワイドだぞ。ギリギリ足払い刺さりました。半角入ってなかったんですが結果オーライですね。さあもう重戦車のごとく突っ込んでいきます。これさあ日和らない。さあめくり、あーかられますね。出た、コース出てよかった。さあ、おっと出なかったか。うっ、うっって感じですね、今。さあ、ポアトリンさん、さあいい、取り返してますよ。あー、いいジャンプ。さあ、次は行った。おっと、あっと、おっと、暗い大いちょ。今度も出なかった、リバーサルと書いてある。おお、刺さりました。さあ、美少女なのに刺していく。さあ、ネローさんがいる。さんのガエルですね。お、茶色ですよ、ね、なんか機械リスペクトという噂を聞いたんですが、まさかの、はい、これは多分期待できますね。なんとかサマーとかが、あ、そうですね。さあ投げ返し、さあ投げ返しの投げ返し、投げ返し茶色の効果が、そうですね、連続投げ返し、なんかナフレームか有利なんですかね。さあサマーが出てるっぽいんだが、あお尻に投げ返しは良かった。さあサマー出た。あいうしてもいいから落とす。結構ごちゃごにょごにょってなると当たりないですね。そう、あーあれ来るとね結構。あ、コアトリンさん動きが良くなってきてますよこれ。あー削り切った。さあリスペクトが足りなかったみたいな。一周目ラストはカワシムの DJ ですね。
さあ DJ、 インディア、ラウンド1ファイト。さあ近い前、これ圧力が、フォアホンダがいい感じで頑張っている。フォアホンダ、フォアホンダ強いっすよ。お、披露している、万歳してました。いや、剣ガイル DJ 倒したらこれかなり本物ですよね。そう、そうですね。あーっと、ピヨった、安い。これ絶妙な腹がきますね。ショーパンツ、ショーパンチ、ショーパンツ強いんですよ、あれ。あれやばいんですよ、ショーパンピョンピョン、やばい。ショーピョンです、ショーピョン、ショーピョンです。めくりはガードしているが、おっと、おいちょ仕込んでたよ。どうしておいちょ、置いてある、置いてある、置いてある。おー、上から行ったか。ラストチャンスか。あははは、光った。おー、これはちょっとやばいですね。かなり波に乗ってるんじゃないですか。ケンガイル DJ ですからね。さあ、まさかのフォア、フォアホンダ強いっすよ。フォアダです。フォアダ、はい、さあ、もみおさんの残業ですね。アースカラー、おー、いいチョップ。拾うこともあるんですけどね。さあ、大将さん、なるほど、うまい。おー、おー、この暴れる系のホンダにザンギがどう合わせていくかっていう感じですかね。さあ、1回、さあ、減りましたよ。2回、3回、3回で死亡という。ザンギ例外的に落とした後次のハメに行けるんですね。あ、なるほど、はい、まさにそれを。おっと、フライダイヤシー、あー、ジャンプ賞金は、おっと、リバーサル、ファイブスティーロで、おっと、出ない。あっと、っと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 、あー、危ないですね、これ。よく飛んでいた。さあ、もみおさんのザンギフが止めましたね。次はヒカルさんの番ですね。ヒカルさんですね。ネームプレートのキャラクターが可愛いですね。何か書いてありますね。はい、いろいろとこうアレンジが、トゲのキャラからも、ね、あー、なるほど、テクニックティックスからも、あ、結構古くないですか。でもなんかあんなクマっぽいのありますね。確かにそうですね、アリカのゲームですね。さあ、これ結構ジコル系の両者硬いぞ。おっと、テラが入った。あー、うっ、寄せるのがあまりうまくない。さあ、画面端、普通にいった。アルセルの爪の先を重ねるのが結構難しいんですよね。でもちょっと深いぐらいですね。もうちょっと浅く、浅く。あー、立ち台が機能するんですかね。落とすのが結構厳しいような。あー、おっと、カウンター落として、さあ、これやめていたぞ。あ、暴れる、あー、
いや、ありありです。で出した。あれはいいですよ。よく出しました。ヒカルさん取り返しましたね。さあ、捕まえたぞ。方向も指定している。おっと、裏回った。夜安い安い差し替えた。うわラブラリラリアットがラブラリは下手したら裏のが強いぐらいなんで、重ねるならやっぱり正面から頭ですね。なるほど。ロードさんのエスケンですね。エスケン勝利剣ってキャラ選ぶとき言いますね。さあ画面端、いやーこのザンギエフの方強いですよ。ザンギが1本取りました。ツイッターで剣をなんか三輪明宏ってなんかカッコミを見かけましたね。ああああああ、特殊な日本語の。そうですね、なんとか五六とかの、ね、おっと、ね、今買ってきましたね。あれで昇竜ができるということは、これ神の二択が始まるか。おお、いいですよ。おおっと、強気だぞこれ。やばいぞ、止まってんの。おーっと、からしゃがんでいた。あのフルダイヤスもね、やりすぎるとそうなんですよね、飛ばれて結構痛いのもらっちゃうっていう。あの多分ね、踏み込みのダイヤシを背を呼び取ってるんですかね、ザンギ側は。あ、そうと思います。あの回ってる間に見てて、こう上から2段入れるみたいな。まあ、玉打ちの2とかと一緒で。あ、なるほど。打つと思ったら、飛んどくと美味しい。なるほど。結構火力があるんで、減りますからね。さあ、ムナーリさんの探しですね。もしかしたら今日の一番の見どころかもしれないですね。あ、そうですよね。これ、いい対決なんですよね、実は。ムナーリやってても面白いし。そうですよ。結構気使うんですよ。確かに。とこう、あ、おお、うまいですね。上がっとり立ちスクリューはかなり難しいんですけど。ああ、なるほど。散々ダイヤショーソースだったので、さすがにちょっと若干ひよったところに。いやー、これいい戦いですね。さっきは球を入れてもらうとちょっと日和が見える。うまい。なるほど。あー、ローキックが長い。結構減るんですよね、あれ。置き台パン。痛いのが来たよ。さあ、溶かして。あー、立ち台パン。ちょっと青いサイっぽいですね。そうですね、青いサイクロン式の弾き台パンチ。さあ、金子さんのガイルですね。バックナンが続きます。これはどうなんですか、ザンギ側のからするとガイルはかなりヤバいシリーズ。ヤバいシリーズですか。ヤバいシリーズ上位の方ですね。確かに。なるほど、これは前に押してって陣地を作ったら今度下がりながらソニックを打つ。あ、確かにそう。上手にやってますね。そうですね、影抜きが効かないですかね、あのそれを使うと。こうやって下がりすぎないように、あ、ちゃんと要所で陣地を繰り返しながら。なるほど。下がってばっかりいるとザンギ側は体力3分の1ぐらいに始まって持っていければっていう感じなんですけど。あ、なるほど。ランク側を維持しながら。あ、これは厳しいですね。ショーパンのところがチャンスでしたね。あ、なるほど。
さあ金子さんのガエルがザンギを倒してます。さあここでかさあ川しめさんのメインキャラと名高いさあ連戦でザンギガエルですね。さあドンピシャドンピシャシフト、おっとおっと今ない出てきた、あやばいぞあーバラしちゃった。さあ足に腰が見える体力を削り合ってるようで陣地も取り合ってる。そうですね、その陣地が結構今回は押しつか足癖が悪いですね、このザンビは。ガイルが取り返してますね。下がれなくなると場合調整ができなくなるので、そこからがザンギの時間なんですけど。なるほど。いやーこれは近づけないですよ。下がやっぱ置いてありますね。これはさあガエルはもうクルージングですね。これぴょん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 してますね。さあ20秒、あー踏んじゃいました。そうですね、残念。さあ金子さんが2勝目。さあさあガエル違う違う違う、ネロさんと間違えてウネさんが入るそうとしたなって感じですね。さあまさかのガエルガエル、これガエルが勝ちますよ。マジですか、まさかの。いや俺はガエルが勝つと思いますけどね。ちょっとガエルでもワンチャンあるので。そうですね、もうどっち勝つか分からないこれ。え？色黒の金子さん。まあ使ってる色がいつも似たようなカラー使ってますからね。色黒の金子さん。なるほど。ちょっと分かりづらいか。まあ球の打ちミスとかはないんですが、押しているのは金子がいる。さあヘビースタブが当たってます。ソニックの打ち合いね、これ好きな人は本当好きなんですよね。もう失敗するまで打つのをやめないみたいな。さあここで50秒切りました。雨はほぼ一緒ですね。もうシンメトリーみたいになってますよ。おっといい台足。さあネロガエルがリードしている。これ逃げ、おーいい裏剣。さあ無理をしない。さあ16秒、あおー硬いぞ。あーおー粘りましたね。投げられないぞと。いやー今よく待ちましたね。前回準備の中足が多めだったんですけどさあリードちゃんと落として。いやソニック早いですよでもあーここで投げてきた。自分取りは金子さんとかが上手い。そうですね、まあ、最初なんですが前に動くムーブが入っている。これうまい、これは硬かった。
さあ、ザンギが2周目すごい多いですね。はい、こんばんは、山本です。山本さ ん, こ ん, ばんは、はじめまして。はじめまして。はじめまして、こんばんは。僕ね、ジョンチョイさんですよね、初めて、お会いする。そうですよ。国内の方から。そうですね。さあ、またほぼジョンチョイ。ガイルザンギ、見慣れたガイルザンギの。さあ、緑色強いぞ。緑色がセロテープさん。から中足の2ヒットが多いですね。あーっとピヨってしまった。さあ、ピヨリがまだ続いてましたね。さあ、金子さんが1本取ってます。ザンギは詰めれないみたいですね、やっぱり。歩いてますよ。だいぶ画面は押してるんですが、やっぱ詰めれない。おっと、ダイエットからのスクリュー。おーっと、立ちから弾いた。だがまだある。おー、最後は台足。素晴らしいですね、セロテフさん。いや、ためがなんか早く感じますね。それを踏まえての最終ラウンド。おーっと、かっこいい。いいですね、ワンチャン、ワンチャン。素晴らしい。スクリューが的確ですね。叫んでますが。やばい。あーっと、ゼロドット。残念。よし。続きまして、ハイジさんのバイソン。ね、アルプスの少女。昔使ってたからですね。さあ、このバイソン結構いい動きしますからね。そうですね、開幕から相当攻めていってますね。あー、いい垂直ですよ。さあ、こうガイルがね、強引に飛び通しますね。そうなんです、ガイルに対抗を選ばす余地を、ね、与えないのがいいんですよね。そういうことですね。先に潰すと。なるほど、そうなんですよ。さあ、これいいですよ。しかし、あれですね、バイソンはオアしか言わないんですね。あ、そっか、カウントはしますね。あれ、ゲームオーバーになった時の 3-2-1 うわーっていうのと一緒なんですよね。ああ、なるほどなるほど。うわー、なんか言ってたら取り返します。ここは冷静にアナウンさんが取り返して、あーっとサマーで切る。乗ってしまったが、もういかに近づくっていう感じですかね。近づくんすかね。近づかないことには始まらないんですよ。あー、なるほど。あ、まあまあ、パンチの当たる距離ですね。そうですね。あっと、割れてしまった。ここは半角を取ってきますね。さあ、守りが硬かったですね、ガイルが。おっと、破天荒さんの竜ですね。さあ、伝統の一戦、竜ガエルですね。そうですね。確かに最近ちょっと分かってきて面白いかなとは思ってきました。そうですか、うん、確かに五分ですね、皆さん言われる通り。五分ですか。五分です。これはね、ちょっとその結構難しい論議ですよ。真空という一点だけに置いて五分ですけど、あ、それ以外は完全に僕はガイルの方が有利だと思ってます。まあ、X になってガイル有利がだいぶ収まったという感じですかね。確
ただやっぱ5分に収まるんじゃないかなと。俺も5分と行ってみたいみたいな。で、いたが金子ガエルが1本取って、お、昇竜が刺さる。で、さあ金子ガエルは流線相当やってますからね。さばき方がうまいですよ。見てますね、今の真空とか。あっと踏んだ、踏んでしまった。おーっと、中ゴス、おー冷静、魂の中ゴス。あのね、いい角度ですね、あの飛びは。あれはいいですね、落としづらいですよ。結構破天荒さんの竜飛びますね、ガイル相手に。そうですね、いいですね、ガードしてアッパー。しかし画面端に追い詰められて、最後はソニック。さあ金子さん続きまして、立ってますね、ポアトリンさんのバルログ。ポアログ、ポアログ、ポアログなのか。さっきホンダでね、活躍されてたんで、バルログも見どころですね。バルトリンなのか。バルトリン、なんかかっこいいっすね。よくわかんないですけどね。なんか超合金で出そうそうですね。さあ、マオカラーですね、これマオリスペクトらしいですよ。あ、襟のことではないですね。あー、違います、そっちじゃないですよ有名なプレイヤーさん。あーっと、これ まさかのソニック投げですね。さあ、そうなんですよね、あのバルセロナの軌道が意外と。さあ、なんかスイッチ入ったか。めくってめくって、表で誰しも早いっすね。そうっすね、2分の1が、おっと、こっちも2分の1だぞと。お前が2分の1ガードなら、こっちも2分の1だぞと。アントビ決まっちゃいました。いや、素晴らしい、お疲れ様です。ウネガエルさん、さあガエル、ガエル今日期待の新人ですね。本当、ね、ガエルが多いんですよ。またガエル同士対決。そうですね、最近ガエル使いの方多い気がしますね。あ、でもいいキャラですからね、非常に。あ、そうですね、前世紀もそうでしたね。あ、ごめんなさい、前世紀というか、あの一つの初期の頃ですね。あー、そうですね、龍剣かガイルぐらいしかプレイヤーいなかったですからね。そうですね、まあその2キャラでもう一つ他のキャラいらないっていうぐらい、もうかなり完成度高いですね。そうですね、 X 出た当初ぐらいまではそんな感じでしたよねそうです。あっと、ウネさんここで追い詰められました。さあ踏んつけた。ウネガエルさん結構飛びますね、飛びを通していく。結構ね、動きが若い方なんですけど、いい動きされてるんですよね。そうですね、うまいですね。そうですよ、あのめくりもちゃんとね、空有望ですね。そうですよ、さあここ、あーっと見えなかった。よく今投げに来ましたね。いや、多分あれサマーため解除が、そうですか、うん、サマーなか出なかった時点でため解除されたんだろうという判断かなと僕は思ったんですけ ど。続きまして、ニーヤーさんのホンダ、ホンダメインキャラですね。そうですよ、メインキャラやばいっすか。やばい、これは画面端だが、サマーで切り返した、うまいこと。今垂直いいですね。うおっと、突きが刺さって、あ、刺さった、うん、おお、最後は鬼無双。
きの百列の時に鬼武装でもよかった気もしたんですけど、はい、戦闘力高い系の本題ですね。おーっとすごいですね、バンバン可愛がり投げを通していきますね。可愛がり大いちょう大いちょう、そしてまさかの投げ返し最後よ。さあこれは守り切ったという感じですかね。そうですね、近づけなかったですね。続きまして、鍋さんの竜。鍋さんも相当上達してますからね。あ、地元の方ですよね。はい、さあ珍しい色の竜ですね。そうですね、四季にいる竜使いはこの色しか使わない。あ、確かに多いですよね。流行ってんのかどうか分かんないって。道着と鉢巻きが一緒っていうのがなんか、ね、そうですね、同色なんですよ、レアなんですよ。あ、いいですよ。おーっと強気だ、おーっと大ゴス投げ。あーっとこれ足払い、素晴らしい動きですね。あ、でもアグレッシブでいいですね。彼もまだ1年満たないはず。あ、そうですか。かなりセンスあると思います。竜が結構厳しいですよ。しかし熟練したガイル使いにはやっぱり厳しい。そうですね、次がトモザさんのここベガ。トモザさんベガ、あ、10連勝。あ、金子さんが無双ですね。10連勝あーすごいですね。今日は全員で18人、参加人数18人ですね。さあこれは強者の戦いになってますよ。おーっとない、オーバーヘッド気味にサマーが刺さった寄ったさあこれは最後はきっちり3段、圧力が半端ないですね。どちらか分かんないガード、いやいやベガは守れないからじゃないですかね。もう攻めるしかないんですよ。やられる前にやるみたいな、攻めれる時に攻めるみたいな。ガイル側も結構めくりで即死って時ありますからね。そうですね、いやベガはやっぱりすごい移動だ。さあ来たよ、おーあれですよ、ベガはやっぱり即死が取れるのがでかいですね。仕業。続きましてグチさんのブランカ、ブランカ、ブランカ、ブランカですね。グチさんはかなりいろんなキャラ使われますよね。そうですね、グッチブランカは相当最近見るようになりましたけど、あうまいですよね、やっぱりニューフォークブランカみたいな感じですね。さあこれどっかで見たことある対決ですけど。そうですね、どっちが有利なんでしょうね。そうブランカベガって見ちゃうと、そうですねちょっとね、わからないですね、うん、自分でやっててもわからない。うちはネタで申し訳ないですけど、ちょっとよく見る感じなんです、ね、そうですね、うん、サイコ投げがなんか謎のサイコ投げでベガが投げる的な、あたまにあるんですけど、理論がよくわからない。いやね、昔みたいにあのダッシュの頃みたいなサイコ投げはもうできなくなってるはずなんですけどね。そうですね、うわーこれは投げに行った、続きまして、さ、浦ケミさんのサガット、サガットですか、ね、サガットですか、サガット対ベガ、あんまり僕見たことないんですけど、この組み合わせは。お、
あれどうやら S サガットだったみたいですね。 S サガ青パンです。おっとデビルリバースが全く分かんないとこから降ってきましたね。とプレスからあーしゃがみちらし。開幕飛びから3段でおー中段でピヨってしまった。まだあるまだある。めくりから投げで、あ池袋から来たジョンチョイさんが即死でした。お疲れ様でした。お疲れ様次はあほぼ山本さん、さあ山本さんのチュンリーですね。これ1巡目と違ってこっちが本カラーということで、あの人が2巡目は本キャラが多い。そうですね、ですね。ポンポンとやばいっすよ今めくりホバーもうやり慣れてるんでしょうかね。やっぱいやーうまいですね。さすがです。あれ山本さん2連続かなりアグレッシブですよ。あこれはこのままいやこのまま投げか。おっと投げ返しが機能してますよ。やっぱこれくらい攻めないと辛いんですかね。ガツガツと。あれ山本さん3巡目3周目ですね。3周目山本さん、はい、さあはい、あ今週は3週目エントリー順早くエントリーしてほしいという願いからいっぱい遊べる。あなるほどやる気がある人が3週目。さあ山本さん連戦みたいですよ。じゃあこういう言い方あれだけどじゃあ3週目にちょっと手ごわい感じの人があんまり早くエントリーする。そうじゃあ3週目やりたい人は早くエントリーしようねっていうことですね。いや荒れそうだな。より荒れそう、まあ、来週はね殺到しますこれ。殺到あ、またチュンリーこれ S とかじゃないですよね。あパンチボタンリベンジリベンジ。友澤さんかなりキレキレの動きされてますね。チュンリーはこうしてやろうみたいなのあるんですかね。こうしてやろう、まあ、私ちょっと目が分かんないですからね。あいいいい感じですよ。なんか見てるとベガってあんまり相手に動かさせない感じですよね。そうですね結構固めて。おじゃあネロさんのガイルが出撃しました。いやまさかの、はい、友澤さんは今5連勝ネロさんガイルですね。ガイルベガダルシムステージ早いんで結構こう動きの見切り方が結構難しいみたいな。いやー即死ですね。投げを食らってからのめくりがもう自然連携というかなんて言うんでしょうね。圧力簡単ですもんね。周りが上手いっすねやっぱり。もう少々あ投げかなと思ってみたいな。おっと投げ返したぞ。あーなんか分かりづらいサイトでした。ガッと
っともうあの画面端のサイコね、起き上がる前のサイコはもうゴニャ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 、ナイトメアからとかがね、その後がすごいやっぱりうまいというか、技その戦い方の組み立てがすごいうまい感じですね。相手にベースを全くあれしないですよね。そうです、握らせないというか、攻めが防御になってるという感じですね。難しい連戦でね、負けてしまったんだよね、私もね、全くこの歯が立ちませんでした。伝説の青いベガを苦しめたことがあるザンギエフさんですね。ね、多分豊島区のね、方の店舗でも昔よくやってたかと思われる組み合わせですね。なるほど。あーっと、ここいい勝負ですよ、これ かなりアグレッシブ。おっと、だがピオラナイまだある。ザンギにめくれってすごいですね。ダブラリありますからね。怖いんですよ。さあ冷静、カニベが、あー最高で、ネズミでもいいやつですね。ぐわーってきますよ。続きまして、ぐわーって、ヒカルさんのバルセ、あー、バルログかなと。友澤さんが今6連勝。あれ、さあ、ヒカルさんのバルログですね。バルログ結構背高いんですね、あれね。デカより背高いですね。あー、サンナが、さあ、結構展開の早い感じですね。さすがにバルログといえども固めがうまいですよ。引き放題やられてますが、うまい。空対空もあぶせっすね。うまいですね。おっと、ここで3周目が終了ですね。7連勝で2抜けでストップです。あ、8連勝、ごめんなさい。なるほど、式ルール。そうですね、8連勝なんですけど、式ルールで、マイナス2で6なんですよね。なるほど。で、ただ、それ以上が、金子さんのガイル10連勝、しかいないので、金子がいる対、グッチ、あ、ごめんなさい、友澤ベガの決勝となります。なるほど。特に 1P2P 変わらなくこのまま行くみたいですね。さあ、ステージもそのまま。ガイルはやっぱ 2P を取りたいんですかね。これ思ったんですけど、決勝の時、はい、ステチェンも兼ねてちょっとあれっすね、リセットかけるとかもいいかもしれないですね。ああ、なるほど。ステージが変わってないとっていうのはありますね。確かに、まあ、キャラによってはね。そうそう、あの CPU を殺すとか。ああ、うん。と75秒でそのままやっちゃうと、ね、連勝した側がやってたステージになっちゃうんで。ああ、なるほど。っていうのを考えたんですけど、どうなんですかね。さあ、めくりホバー。ああ、いい連携だな。決勝戦を配信中ですよ。今日珍しくチャットの方いないですね。そうですね。お元気ですか。誰か出てますね。 X ゲーマーズさんですか、ね、ちょっと待ってくださいね。いやー、今の勝負強い投げでしたね。友澤さんがまず1勝です。209サガットさんですね。わらわらわら、どなたかちょっと存じ上げてないですけど、209サガットさん見てる。さあ、めくり入った。あ
1本目はトモザベガですよね。で2本目、地獄の画面、おっと投げ返した。わあ、この投げを、すごいですね、投げの通し方がすごい、そうなんですよね、もつれたところ随所に投げが入ってるんで、固めのバリエーションが本当に多い。そうなんですね。さあ秒打ってしまった。さあ友田さん2勝目リーチですかね。で、2本目も友田さんで3本目、いやデビルディバース、ここで金子がイブさんをなんとかしたいところ。あー、いいスライディングですよ。2周目にスライディング、あっと、あゆちオッケー、結構攻撃的なベガですね。おっと切った。投げ投げですよ。おっと、しかしオバーの先端を当てていた。うわー、ニベが押し込んだ感じですね。友田さんが優勝、おめでとうございます。第27回地域の細道、優勝は友田さんのベガです。おめでとうございます。おめでとうございます。一言もらえますか。今日は特に今日はコメントは避けておく。そうですか。ありがとうございました。頑張りましたということです。おめでとうございました。いやー、というわけで四季の細道以上で終了となります。この後もあれですね、配信台の方で、のじ合いは垂れ流していく感じですんで、なんか店員さんから一言あったりしますか。特になければ、そうですね、配信の終了が、23時を予定しておりますので、それまでの試合垂れ流しということで、よろしくお願いいたします。あれ、ジョンチョンさん何かあります。ジョンチョンさん、今式にですね、はい、スーパーストッツあるんですよね。あー、実はですね、あれ僕のなんです。まさかの持ち込み基盤でしたか。はい、あまさかのスーパーストッツですよ。はい、むっちゃくちゃ遅いですよね、あれ。あれそうなんですよね。ただ、あれですよ、やれなくもないかなと僕は思ってて、実は僕 X も、ターボ1とかでやってたりするんで。あ、なるほど、うん、かなりこう見極める、なんですか、足払いも見えるみたいな。いやいやいや、あの起き上がりの姿勢を見てたりとかね。あ、なるほど、うん、リバーサーのタイミングを、観察力を養う的な。そうですね。ただ、X とはやっぱ比べ物にならないぐらい遅いのとそうですね、あの通常技もだいぶ違うので、あ、スパコンがないだけではないですよね、まあ、すね、はい、まだキャラがね、こういろいろ変わる前だったりしますよね。そうですね、 X の S キャラとも違う感じですんで。そうこれはスーパー好きな方おられましたら、スーパー好き、ぜひ。あの、いや結構ね、はい、稼働が効いてるんで、意外と、いや間違えて入れちゃってるクレジット入れちゃってる可能性が似てますからね。そうですね、 X 並んでますからね。キャラ選択です。あれなんか違うぞっていう、ちょっと横長じゃないぞみたいな。そうなんです。あとね、キャラ選択の、はい、世界地図に、はい、ファンザとかね。あー、そうですね、うん、ちょっとね、ファンシーなキャラクターがね、ちょっと可愛い系の。ただ対戦台で置いてあるんで、そうです、そうです、ワンセット、うん、そうですね、2台ワンセットでね、アスロシティですよね。お、クリアしてる人がいますね。いやー、そうなんですよ、今時この2017年のね、ゲームセンターで対戦台でスーパー稼働してるところってあんまり見ないと思いますんで。そうですね、もし興味のある方おられましたら、埼玉県新座市の、まさかのデートな式まで、まさかのスーパーストスヤに行きました。そうですね、もし稼働してない場合は店員さんに言ってみてください。稼働してくれるかもしれないんで。そうですね、うん、いや多分あんま置いてないんじゃないですかね。ターボとかよく見ますけどね。
あーそうですね、 CPS1 ですよね、ターボとかだと。あれスーパーストツ、あ、いや CP2 です、 そうです、うん、スーパーストツは CP2 ですけど、あーターボはターボでね、結構同乗しとかって面白いんですけどね、はい、はいはい、そうですね。まあ、そんなのひっくるめてハイパーでいいんじゃねえかっていう声もありますがそういうの言っちゃった、そう言われちゃうと終わりなんで あれですよね、某あの有名な格闘プロ格闘ゲーマーのあの漫画の方 そうです、ね、確か X の時にターボの基盤でしたっけを持ち込んで、そういうエピソードね、うん、あの足バレ戦をするってエピソードがありましたよね。早いのに慣れてから見える、うん、そうですね、ターボ勝ちでなんか特訓したみたいな、あーいや家庭用だけですよ、家庭用だけですよね。あれでも僕よく分かってないですけど、多分ターボかかると画像が飛ぶはずなんですよ、間の画像がフレームがよく飛ぶって言いますよね、うん、本当に飛んでるのかどうか知らないですけど、本当に飛んでるとしたら見ようとしてもないんで、絵がないんで見えないはずなんですけど、あまあそうですね、うん、何が飛んでるのかちょっとわかんないですね。そうですね、ちょっとそこら辺は分かってないんですが、あ、まあ、その60フレームとそのターボの速さで、うん、まあ、なんかが消えてる、あーそうですね、間抜けてるのかもしれない。あれ、なんかそれこの前言ってました、シャドル研究室みたいなホームページの方が言って、そうですね、ツイッター出ましたよね。結構あの方は細かいね、うん、連続技の神様みたいな人ですからね。あーそうですね、スキルスミスの方、あーそうです、その方ですね。あえてバイネーム上げてなかったんですけどねすいません言っちゃった。いやいや、僕もあの動画を見てもすごい感心しております。そうですね、うん、素晴らしいですよね。結構連続技の職人から生まれた分かったことみたいなのが結構あって、はい、奇数偶数とかっていうのも真空を、波動拳の奇数偶数の話ですね。あれもなんか、うん、その入りやすいにくいで、はいはいはい、初段がどうのこうので分かったっていう話を聞いてますね。うんうんうん、あとちょっと前に話が出たんですけど、はい、奇数偶数でそのゲロを吐く吐かないとかっていう話ですね。まあそれもちょっとグラフィック的なところですよね。そうですね、なるほど、ライバン食らった時ですかね。あーなるほどと思ったんですけど、ね、それは初めて聞きましたね。ちょっと真偽あれですけど、うーんいう感じですね。まあね、まだまだ二十何年やっても飽きないそうです、ね、ゲームですからね。今対戦台が6台ありますけど、 X全部稼働してますね。そうです、あーと 1,2,3,4,5 6台ですね。そうですね、スーパーの対戦台も今、はい、盛り上がってます ね、 そうですね、セロテープさんとトモザさんが戦ってますね。そうですよね、荒川区にあるゲームセンターにはね、スーパーないんで、あそうです、ね、スーパーストーツは設置してないはずなんで、これでもぜひね、基盤4枚用意してトーナメントモード、あー昔ありましたね。そうですね、僕あれ実機見たことないですよ。あれはね、ほんとレアでしたね、当時ね。ですよね、いやートーナメントモードですね。あれができるゲーセンって相当限られてたと。はいはいはい、そうですね。で、稼働期間もスーパースト2自体あんまり長くなかったんで、数ヶ月ですね。あれ結構面白いんですよ、勝っても負けてもどこ行っていいか分かんないみたいな、はいはいはい、あれプレイヤーが席替えするんでしたっけ。そうなんですよ、ね、ああちょっと不親切ですね。上でもう行ったらなんか始まっててみたいなね。ああなるほど、当時ね見たことなくてですね、はい、当時の印象とすれば僕メガロ50とかね、大きなモニターの筐体とかで、そうですね、うん、そうめんな遠いみたいな、そうやってたりとかして、うわすげえ迫力あるみたいなやっぱでかいと違うなみたいな。メガロ50って今もう全部3杯いっちゃってますからね。ああそうですね、あれはかなりでかかったですね。はい、そうですね、 あれでね昔覇王昇降拳売ってましたね。あそれネオ50じゃないですか、 SNK の。なるほど、うん、確か SNK も出してた。さすがよく覚えてますね。いやいやいや、僕もかなりないい年。あごめんなさい、私事で申し訳ないですけど、本日4月7日はですね、なんとジャッキーチェンさんの誕生日です。ちょっと噛みましたが、ジャッキーチェンさんの誕生日なんですが、ジャッキーチェンの誕生日に、はい、
実はこっそりなネタですけど、ほぼ山本も誕生日なんですよ。あ、まさかの、ジャッキーと同じ誕生日なんですけど今気づきましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、年齢は明かしませんが、ジャッキーちゃんおめでとうございます。ジャッキーちゃんおめでとうございますということで、いやいや、今日は優勝してもらえなかったって感じですけど、ね、いや全くほど遠いですね。いや優勝の二文字が見えないですね。そうですか。ハッピーバースデーでしたよ。あれ、すっかり忘れてましたね。あら、普通の平日なんで。そうですね。特になんかの映画で、でもジャッキーが、はい、チュンリーの格好してたと思うんですけど、あれなんですかね。ラストブロンク違うかな。なんかね、ホンダが突っ込んだりとかしてて、あ、ちょっと面白い場面だった。曖昧ですね。YouTube に公開ってると思うんです。そうですね。ちょっと気にはなりますが、同じ中国人としてね、やっぱりね、あ、ジャッキー・チェンとチュンリーはね。ああ、そっちの方ですか。そうですね。ええ。ね、ちょっと政治的なネタも出てくるんで、ちょっと気をつけないといけないと思います。そうです。ええ、そうそう、ボロが出る前にトークやめときますか。え、そうですね。なかなかと。ちょっと。まずいことも喋っちゃう、居酒屋で喋るよという感じで、はい、じゃあちょっとクローズした環境でいきたいと思います。そうですね。裏ネタ、内輪ネタは店員さんにマイクをお返しておきます。はい、ありがとうございます。はい、また会いましょう。はい、失礼します。
Thank you.
そうしましたらお時間がやってまいりましたので、こちらの試合終わり次第放送の方終了させていただきます。今週も、お越しくださりありがとうございました。来週も予定通りやりますので、放送やりますので、よろしければまた来週もよろしくお願いいたします。それでは皆様、お疲れ様でした。ありがとうございました。